漫画、太宰治これは、今から、4年前の話である。私が伊豆の三島の知り合いのうちの2階で一家を暮らし、ロマネスクという小説を書いていた頃の話である。ある夜、酔いながら自転車に乗り待ちを走って、怪我をした。右足のくるぶしの上の方を裂いた。傷は深いものではなかったが、それでも酒を飲んでいたために、 出血が大変で慌ててお医者に駆けつけた。町医者は32歳の大きく太り、西郷隆盛に似ていた。大変酔っていた。私と同じくらいにふらふら酔って診察室に現れたので、私はおかしかった。治療を受けながら、私がくすくす笑ってしまった。するとお医者もくすくす笑い出し、とうとうたまりかねて、 二人声を合わせて大笑いした。その夜から私たちは仲良くなった。お医者は文学よりも哲学を好んだ。私もその方を語るのが気が楽で話が弾んだ。お医者の世界観は原始二言論とも言うべきもので、世の中のありさまをすべて善玉悪玉の合戦と見てなかなか歯切れが良かった。 私は愛という単一心を信じたく内心努めていたのであるが、それでもお医者の善玉悪玉の説を聞くと、鬱陶しい胸の内が一味う量を覚えるのだ。例えば、良いの私の訪問をもてなすのに、直ちに奥さんにビールを命ずるお医者自身は善玉であり、今宵はビールでなくブリッジ、トランプ遊戯の一種、いたしましょう、と笑いながら定義する奥さんこそは悪玉である。 というお医者の霊障には、私も素直に賛成した。奥さんは、小柄のおたふく顔であったが、色が白く上品であった。子供はなかったが、奥さんの弟で沼津の商業学校に通っているおとなしい少年が一人、二階にいた。お医者の家では、五種類の新聞を取っていたので、私はそれを読ませてもらいにほとんど毎朝、散歩の途中に立ち寄って、 30分か1時間お邪魔した。裏口から回って、座敷の縁側に腰をかけ、奥さんの持ってくる冷たい麦茶を飲みながら、風に吹かれてパラパラ騒ぐ新聞を片手でしっかり押さえつけて読むのであるが、縁側から2軒と離れていない、青草原の間を水量たっぷりの小川がゆるゆる流れていて、その小川に沿った細い道を自転車で通る牛乳配達の青年が、 毎朝決まって、おはようございます、と旅の私に挨拶した。その時刻に、薬を取りに来る若い女の人があった。簡単服に下駄を履き、清潔な感じの人で、よくお医者と診察室で笑い合っていて、時たまお医者が玄関までその人を見送り、奥様、もう少しのご辛抱ですよ、と大声で叱咤することがある。 お医者の奥さんが、ある時私に、その訳を語って聞かせた。小学校の先生の奥様で、先生は、3年前に肺を悪くし、この頃ずんずん良くなった。お医者は一生懸命で、その若い奥様に、今が大事のところと、固く禁じた。奥様は言いつけを守った。それでも、時々、なんだか、不憫に伺うことがある。 お医者は、その都度、心を鬼にして、奥様もう少しのご辛抱ですよ、と厳外に意味を含めて叱咤するのだそうである。8月の終わり、私は美しいものを見た。朝、お医者の家の縁側で新聞を読んでいると、私の旗に横座りに座っていた奥さんが、ああ、嬉しそうね、と小声でそっと囁いた。ふと顔を上げると、 すぐ目の前の小道を、簡単服を着た清潔な姿が、さっさっと飛ぶようにして歩いていった。白いパラソルをくるくるっと回した。今朝、お許しが出たのよ。奥さんは、また、囁く。三年、と一口に言っても、胸がいっぱいになった。年月経つほど、私には、あの女性の姿が美しく思われる。あれは、 お医者の奥さんの差し金かもしれない。定本。太宰治全集に、千間文庫、菊間書房 1988, 昭和 63, 年9月27日第1釣り発行。1998, 平成10、年6月15日第4釣り発行。定本の親本。千間全集類呪板太宰治全集千間書房 1975、昭和50、年6月から1976、昭和51、年6月間。入力、中島総一。構成富田道夫。2003年12月29日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 http://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのはボランティアの皆さんです。